はいどうも、ティーチャーです。今回は、今日はね、ただいま深夜12時なんですけど、なんとね、新しいガチャみたいなのが来てて、ちょっとそちらをね、回していきたいと思います。ということでね、僕さっきね、映画見てきたんですけどね、ヒロアカめちゃくちゃ良かったですね。ぜひ皆さんも見てください。ということで、今回ね、ガチャが来てまして、なんですけど、ここにはね、実は載ってないんですよ。ちょっと僕が邪魔ですけど、これ。ね、ここにはね、実はガチャがなくて、一体どこに追加されてるんだっていう話なんですけど、このショップからですね、なんとこちらにあるんですよ、実は。うん。狐の、これなんだろうな、ちぎり幸運ボックスかな。うん。こちらガチャが来てて、なんとね、このガチャがですね、今までガチャがね、たくさん来たと思うんですけど、過去最安値のガチャですね。なんと1回20金券で引くことができます。っていうね、超激安なガチャが来てるんですけど、で、中身としましては、まあ、至って結構シンプルなんですよね、逆に。うん。逆にというか、うん、シンプルゆえに安いみたいな感じなんですけど、まあ、中身としては、大当たりが、この狐の衣装と、この尻尾いいね。あと、お面だね。お面をつけれて、あと銃も一応入ってる感じだね。まあ、ストラップとかつけれたりする感じですけども、まあ、こちらの4つが主に入ってるガチャかな。で、一応ですね、ガチャを引かずとも1280金券使用すれば全部獲得はできるみたいですね。なんで、そこまでめちゃくちゃかかるガチャかって言われると、そこまでかからない感じなのかなって思いますけどね。初めてのパターンなんで、ちょっとどうにもわかりづらいですけど、最初の10回の開封では必ずマーク付きアイテムが手に入ります。その後、20回ごとに開封で必ずマーク付きアイテムがゲットできると。だから最初の10回で、マークだね。このマークついてると思うんだけど、これの中のどれかはゲットできるって感じか。まあだから最初の10回だから、200金券か。ちょ、微妙に足りないけど、ちょっとね、回してみようかなと思います。まあ回すという概念なのかわかんないけど、いきますね。じゃあちょっとね、回していきたいと思います。で、狙いは、まあ金枠2つと、このお面も欲しいね。ここの3つ狙っていきましょう。じゃあ1回すげえ、1回20金券安い。いきます。はい。お、すごい、なんか演出すごい凝ってる。あー、こんな感じね。え、いいじゃん。20金券でなんかこのワクワク感はいいね。はい。2回目。すごいね。毎回上になんか出てネタバレされるんだよね。はい。ネタバレされるの、これ。はい。これ何も出なかった時が当たりっぽいね。はい。ネタバレすんなよ。あ、ネタバレされた。これネタバレやめようぜ、マジで。はい。お願いします。お!おお、狙いのもの来た、やった。はい。これは当たりだね。やった。3回目で、なんと、こちらのね、マーク付きの中から、狐のお面をね、ゲットすることができました。いや、当たりじゃない？当たりじゃない？結構当たりだと思うけどな、個人的には。これ良くない？めちゃくちゃ可愛くない？ちょっと本赤でも引こうかな。思ったより安かったんで、ちょっと本赤でももう一回引きたいと思います。はい、ということで本赤で引いていきましょう。まあでも言うても、1回目のこのマークゲットまでかな、引いても。うん。こっちも狙いは、狐のお面と尻尾が欲しいかな。うん。尻尾とこっち狙いで行きましょう。一応確率もね、表示されてますね。よし、行きましょう。それでは、はい。これ結構引くの楽しいね。はい。こんな感じで。これ楽しいな。これ20金券の割には結構楽しい。いや、ネタバレはやめてほしいけどね、毎回のこと。はい。さあ、この辺で来るか？さあ、まだ来ないと。まあ、1回が安いんで、これは気楽に引けるね。うん。毎回ね、高いガチャとか引いてたから、20はすごい安く感じるわ。めちゃくちゃネタバレされるんだけどね。はい。はい、そろそろ来るか？いや、ダメか。はい。で、間もなく天井近いね。いや、これすごいネタバレやめてほしい。いや、ネタバレ。で、あと2回。じゃあこれ天井ですね。一応天井っていう概念になりますね。いきます。さあ、狐の尻尾かマスク、来い。はい、お願いします。うわー、一番いらんやつ出たー。いや、これは外れでしたね。まあ一応もう20連とかなので、まあ400金券とか使用したら、まあプラスでゲットはできますよっていう感じですね。まあちょっと400金券はいいかな、と思います。はい。ということでね、こちらの一番今までで安いガチャ来てますんで、まあ、全部コンプリートしようとしても、そこまでめちゃくちゃはかからないんで、ぜひね、興味がある方は、こちらね、引いてみてください。
ちょっと僕は4分の1外したんで、ちょっと悔しいですけどね。はい、ぜひ皆さんはね、こちら欲しいものがありましたら、ぜひね、ゲットしてみてください。ということで、ちょっと僕はね、まだ怪獣コラボを引きたいのでね、引き続き、金券の方貯めてガチャ引きたいと思います。ということで、よかったらチャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いいたします。ありがとうございました。